おはよう日経中の天使の娘です。はい、始まりました。3週目ですね。3週目、はい、そうね、新学期ね、はい、スタートして3週目で、はい、カーストがね、基本的にそうですね、まあ、派閥グループなんちゃらやですよね、できて、あのちょっとね、友達ができたりね、うん、ちょっとなんか苦手なやつができたりね、そうですね、そろそろ学校行きたくねえなとか、会社行きたくねえなっていうのが増えてくる。系と ね、ビジュアル系みたいな感じで分かれちゃうっていう、ね、ロキノン系やりたい、僕らはこの爽やかなやつでジャカジャカジャカってやるような感じの曲でやりたいんだよっつって、いや俺こういうなんとかせみたいに言うみたいな、ね、知らねえしみたいなね、うん、みたいな、そういうのが、まあ、よくあるバンドあるあるね。それでね、あの新入生の説明会みたいなので、とりあえずなんかやりたいパートごとに分かれてってなったんですよ。いや、圧倒的ボーカルの多さっていう。だからね、毎回言ってますよね、ボーカルはね、ね、歌ってればいいんだっていうような感じでね、いてるからダメなの。だからドラムベースの少ないこと少ないこと。そう、あの、ドラムベース少ないよ、ほんと。でもね、でもね、一つ言っとこう、一つ言っときますよ。ね、ドラムができるようになれば、ね、将来的というかね、あの、そうだね、あの、大学生ぐらいになった時かな、はい、高校卒業したぐらいの時に、ね、弾く手頭でこれが儲かるんですよ、これがこれが儲かるんですよ。人口少ないですからね。そう、少ないからね、うん、もう売り手市場ですよ、もう本当にね、もう、サポートとかでね、稼ぎます。稼ぎますね、バイトやれば全然いいんだから。あ、皆さん、バンドやるならリズム隊ですよ。そうです。はい、楽器始めるならリズム隊です。ベースドラマいないからね、そこでもこれで稼ぐんですよ。ドラム、違う、ドラムじゃない、ボーカル、ギターのね、ほんと多いこと多いことでしたよ。まあでもね、ギター多くなくはないよ。なんか多いわけではない。いないときはやっぱりいないの。あ、うん、ちょうどね、本当にワラのときに、あの鈴宮春日がね、あの文化祭で、うん、あのみんなの前、全校生徒の前であのやるとか、そういうの、軽音で、あの文化祭で、あのみんなの前で発表するとか、そういうの流行ってたんで、やっぱりね、それに憧れてね、みんなね、キッズたちが、バンドキッズたちが。どうなってんだろうね。うん、だからね、オーディションやらざるを得なくて、で、まあ、オーディションは落ちたんですけど、うん、落ちたからこそ今ここにいるっていう感じなんで、はい、受かってた子たちはみんな普通にね、うん、
やめていきましたから、ね、はい、ざまみろって感じですね。あの時落ちててよかった、ありがとうみたいな感じ、まあね、はい、っていうね、わらのね、高校時代のコンプレックスでした、はい、というわけでね、はい、本日の、お題はですね、天真爛漫大喜利、大人気コーナーだね。はい、生放送だった時代がね、やらせていただいて、ネタについておいでやっちゃえって、あとの30分どうするかってことじゃないね。意外と意外とみんなね、ハマってくれる、ハマってくれたね、はい、これは嬉しいんですけど、はい、はい、これをね、あの、まあ、ここにね、あの場所移してからもやっぱこれは継続していこうということで、毎月毎月お題を出して、継続は力なんですね。そうですね、はい。本日のテーマは、本日の一つ目のお題がですね、はい、新学期、周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは。なよくあるあれですよ、はい、あのいるんだよ、余計ね、あの受けを狙ったんだけど、ダダ滑りしてるんだけど、あれ、あのダダ滑りしてるんだけど、それに気づかないか、もしくはやべえ、もう一発かまさなくちゃっつって、どん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 ダダ滑りしていくっていうね、ね、悪循環、泥沼ですね。そうそうそうっていうのも中にはあるということでね。やっぱ自己紹介ってさ、普通が一番なんだよね、結局。そこでなんかやろうとして、その瞬間大学高校生活終わる人います。そうだね、そこで積んじゃうやつ、ね、なんかちょっとね、なんかいわゆるキラキラ系ビジュアル系アーティストみたいなね、我々なんていうか、よろしくみたいな言っちゃうと、変ななんか一発ギャグしますとか言ってダダ滑りしたやつも本当にね、それあれだよね、あの我々芸人とかさ、一発ギャグになりますとか、面白いことやりますとかさ、うん、ね、自分で自分の首を絞めてるってさ一緒ですね。そう、あの現象だよね。それあの実際芸人さんに聞いたら、なんでそういうことするんだろうねって言ったらさ、なんででしょうねって言ってさ、ね、帰ってきたもんね。もう そうせざるを得ないんですよ。そうせざるを得ないんですよ、明日、うん、そうなんか、ほーってさ、あったね、宿命ですね、宿命です。なんでそんなね、新学期マリオちゃん、イラッとさんがたかしくんの自己紹介とはというね、はい、お題に対して皆さんの答え発表していきたいと思います、はい、まず一つ目は、神奈川県のヘイルさんから、はい、回答です、はい、新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは。自己紹介の最後に続くと言った、これイラッとします。ドロミスって見てね、カミングスーみたいな、よう地域ですね、地域だ、高校は何年に行こうか、中学は何年中学出身です、よろしくお願いします、続く、次のやつどうすればいいのみたいな、うん、次のやつ待ってればいいのみたいな、で次の人にバトンタッチするね、その話を続けるからみんな続けてみんな、たかしの紹介をしすぎる、そうで全部なんとなくさ、ほらアドリブでアドリブリレーですよ。で、あのたかしの前は前のやつらイラッとして、たかしの後のやつらはガチ切れするよね、多分ね。そうだ、はい、はい、じゃ次の回答いきますね。じゃあ神奈川県でモサトさんからの回答です。はい、新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは。常に上から目線で、みんな知っているのに自分は金持ちだというのをアピールする。これなんか芸人さんって言いませんでした、あの熱い熱いって言ってあんさつずっとバッとあれする人たち、マックスだからね、マックス、東マックスさんね、そうですね、東マックスこれはね、イラッとしますよ、やっぱり花輪くんじゃねえんだからって、うん、花輪くんもよくいじめられなかったね、あれでどうなんだろう、ね、でもあれとりあえずクラスの人気者なんでしょ、うんうん、らしいですね。メガネのちょっとね、オブスな子がね、お熱を上げてたのね。あの年からやっぱお金持ちで最近なんですよ。そうだろうね。我のね、同級生にもいたけどね、お金持ちって。ああ。いや、お金持ちっていうか、お金持ち、うんうん。いたけど、なんかね、家がめちゃくちゃ厳しかったらしくて、はい、金持ってんだろうみたいな、小遣いいっぱいもらってんだろうじゃなくて、もっと逆にもらってなかった。もう超厳しくて。へぇ、うん、すごい教育熱心な方だった、うん、その親バカじゃなくて、そうバカな方じゃなくて、おすごい、それはいいですね、すごかったよあれ、うん、だからまあ、いわゆるいい服とかじゃなくて、まあ、そこそこの服っていうのかな、まあ、別にタイッとしてるのは着てきてるけど、はい、別に俺金持ちだぜみたいなのはあれはしなかったね。あ、うん、普通だった、本当に普通、普段、うんうん、ね、学校見たことなかったな。ただね、はい、あれですよ、まずそいつんち遊びに行った時に、うん、カルピスの味ってこんな濃いんだって思った我が家の出てるね、家、ご家庭ある、一般庶民あるあるですよ、うんうん、ね、
9対1でほぼ水っていうような感じですね。うん、あ、なるほど、ね、自分で買えるようになってからめっちゃ濃くするんだよ、ね、いやだけどあれなんですよ、あの我の時代はね、はい、あのカリプスウォーターが出たね、うん、あの走りだったんですよ、うんうん、ね、もう飛ぶように売れてたね。へえ、そうそうそう、本当飛ぶように売れてた。そうなんだ。カリプス美味しいですか。我が13歳14歳ぐらいの時にあの商品が出たの、はい、今でもすっげえ売れてる、もう品数がなくなってる店が結構多かったね。まあ、その年ですげえ暑かったんだよ。ああ、そう、まあ今よりそんなドリンクの種類ってないですもんね。炭酸飲料とかだね、うん、もうね、そんな感じだった、うん、お前お金持ちの家はカルピス濃いって濃いって、うん、飲んだ瞬間に うちのはなんて薄いんだろう。切なくなっちゃったね。うん、次の回答いきますね、はい、東京タナノサトさんからの回答です。はい、新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは。珍しい名前でしょと繰り返す、たかしだからこそみたいな、ボケてるんだけど繰り返しすぎてちょっとうぜえ。これはね、ちょっとイラッとしますね、はい、滑ってるし、あ、俺たかしみたいな感じで、たかし、珍しいっしょって言ったよ、はっ、ね、ちくやろみたいな感じで言うかね。たかし一番ある名前、そこあえてね、同じ名前でしょってね、めっちゃ言う、ツッコミ待ちですね。だね、はい、ただみんなの関係がクラスの関係気づけてない状態でツッコミ入れろっていうのが無理だな。なるだね、はい、続けましょう。次回でいきますね、栃木県鈴木和則さんからの回答です。はい、新学期周りをイラッとさせたたかしくん自家紹介とは。この学校で学園ドラマの撮影があるって聞いたんだけど、キザですね、キザなんだ。だからといってお前だからといってお前が出演することはまずうん、俳優気取りなのかな。いたね、でもあれの学校でもいた、そういう、いや、なんかちょっと俳優気取りっていうかさ、やっぱ俺らの記憶の扉が開いたんだけど、中学生の時エセアイドル活動してる子いた。うん、そう、いるんだよ、絶対いるんだよ。いたいるの、あのね、あ、いるの、なんかね、何種類かのあれいるんですよ、学校で。絶対にアイドル活動したり、うん、なんかあの芸術家気取りだったり、ナチュラリスト気取りっていうの、うん、なんかこうねやるやつとかさ、うん、あのこれちょっとこれ話したいから話していいですか。いいけど次構わない。中学生の時に同じ部活だった女の顔も何かさ、うん、があのやっぱ可愛い子ってちょっとなんか性格になるのかなって思ったな、うん、ブログ書いてるんですけど、うん、全部嘘なんですよ。1から10まで、うん、あのアイドル活動してる。あ、ハワイに行った、ハワイで撮影したとか、うん、今週発売するシングルはロックテイストのような感じのやつなのみたいな、レコーディングしたけどいい感じみたいなのを、うん、お前学校来てたよみたいな、もう書いてるんですよ。心痛くなってるかね。怖いと思って。まあもちろん、見つかったらやっぱからかわれるじゃないですか、ね、ちょっとその学校来てたじゃんみたいな、それ普通に来るみたいな、もう完全に聞こえてない感じなんですよ。あ、まあね、そう、嘘だろっていう声全部聞こえてないみたいな感じで、あ、フェイクフィルターみたいな感じで、もうすっごいびっくりしたのが、なんだっけ、生き物係さんから CD をいただきました、本当にありがとう、生き物係さん大好きですって言って、もう完全にお前買っただろっていうのビニールついたものがあるやつ。あ、そう、まあね、まあしょうとかね、ハワイ撮影、その風で休んだ時に、ハワイの撮影、久々に会ったら、普通の子なんですか。いや、普通の子、本当にそのまま、見た目も本当にそのまま可愛いままで、うん、あの頃の話はやっぱり話しても、うんみたいな、久しぶりみたいな、それ以外の話はするんですよ。なんか大変だったねとか、そういう話するんですけど、あなたこういうことしてたよね、初心者のことじゃねえのみたいな、怖いっていう話でした。はい、すいません、脱線しちゃった。いやいやいや、いいですよ。では、書いていきますか。はい、in 魔界都市埼玉さん、最後 in 魔界都市埼玉たくみさんからの回答です。ありがとうございます。はい、同じ埼玉県。はい、新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは。カノエコのネタで自己紹介してきたが死ぬほど面白くない。滑ってるってこと。まずカノエコが面白くないからって言ったらちょっとダメだったんだから、カノエコさんは面
面白かったんだけど、まあ多分ね、似てなかったんだろうね。そうですね、あのちょっとあの、あのね、栄光さんを演じるのね。栄光さん。あの人を演じるのはちょっとね、危険だもんね。そう、野生の勘が。野生の勘が働きましたけど、笑うんですもんね。はい、次回といきますね。島根県まさきかずひとさんからの回答です。はい、新学期周りをイラストとするたかしくんの自己紹介とは。大衆だけでも覚えて帰ってくださいね。大衆ね。大衆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 ね。大衆。大衆ね。はい。覚えたくね。大衆だけでも覚えて帰ってください。嫌ですね、そいつ。嫌だね。そいつ嫌ですね。すっごい臭いじゃん。すっごい臭いか、よっぽど自分の香りにあの自信があるからですよ。相当なナルシストなのかな。あ、でも、いた、我のね、同級生にいたよ、あの、はい、オーデコロンにハマっちゃって、うん、バンバンブンブン巻いて、くる男がいた。男やですね。男でね、なんかね、しかもね、なんかね、外人が使えそうな感じの、なんか、あの、コロンをブン巻いてきて、なんだこの匂いってみたいな感じで。いや、男ではいなかったですね。女の子とかって高校生ぐらいになると、やっぱりさ、あの、コロン使ったりとか、わらとかも返したの。なんだっけ、あの、その時ネタ目だった、ボディファンタジー、うん、あのコンビニとかで買えるやつ、うん、あれが結構高校生なんか流行って、うん、まあ値段的にもね、そうそうそう、やっぱ高校生が一番使いやすいなと思う、まあ、あれ分巻いて、あの先生に、お前お菓子の匂いするけどお菓子持ってきてたのって怒られて、いや持ってきてないですっていう、じゃあ見てみろって顔見せてさ、ね、で、なんか宴会だーって訴えてやるーっかもしくは別の余計なものを入れとくとかさ、ね、そんな冤罪かけられてしまったけど、ね、はい、男は嫌ですね、そういう意味でイラッとしますね。はい、次行きましょう。はい、次は、クロスマーク2さんからの回答です。何があったんだろう、ね、ゼータそのうちゼータなんじゃないのゼータクロスなんじゃないの、わかんないけど、うん、そのうちニュークロスになって、さすがユニコーンクロスになるやりそう、やってくれ、ぜひやってくれお願いします。はい、次行きましょう。はい、新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは。毒にも薬にもならない他人の悪口。え、自己紹介で言うっていう。あ、それって多分さ、笑顔で言うんだろうね。笑顔で多分人の悪口言ってたの。ある知り合いにいますって。そうですよね。誰とは言わないけどってね。笑顔で。でも目が笑ってないっていう。うん、いや、まず自分のことも知られてないのに、お前の知ってる他人の知らない悪口とか言われても知らんわっていう。結果知らないっていう、得られる情報ゼロって話ですね。はい、ね、あと10分くらいなんで次のお題にしちゃって大丈夫です、はい、というわけで、次のお題、皆さんの回答ありがとうございました。次のお題に行きたいと思います。はい、2つ目のお題は、最新のスマートフォンについた絶対にいらない機能とは。最新アップル、はい、ですね、まあ、まあ、ね、最近とかね、あのやっぱり iPhone とかすごいじゃないですか。まあ、アニ文字機能だったりとか、なんか画質めちゃくちゃいいし、その前に、うん、とかね、すごいね、あるんだけど、その中でもね、なんかどんどんね、これから年代がね、進んでいくにつれて、あのいらない機能って増えていくんじゃないかなと思います、ね。そもそもガラケーからね、スマホに変わるときってすごかったからね、はい、勢いがね。そうですね、もう、わらわ結構遅かったんですよ、スマホに変えたの。我もまあまあ遅かった方かなっていう感じですか、うん、っていうのを、ガラケーがあのこうパタッてなるやつと、はい、スライドするやつだったんだけど、まずパタッてやつが反対に反ったっていうのがあって、その後にこのスライドするやつが、それがパシッてやつがガーンって外れちゃったっていう飛んだ怪力野郎ですね、うん、あれってで、それでスマホにする羽目になるというね。あ、カタクナなんですよね、ガラケーの人って。まあ楽だからね、うんうん、あとみんな便利だよって言うから、もう意地でも変えたくない、変えたくないって。そうで、ガラケーあるけど、ガラケーですけど何かはい、決勝。はい、神奈川県テリューさんからの回答です。はい、最新の スマートフォンについた絶対にいらない機能とは。ツイッターがつぶやきしろうの声鉛で変換投稿される。つぶやきだからね、つぶやき、これいらないね。ね、名前で言わない。今日なんとかなおなのね。そうそう。なおなのね。じゃあ、なんかもうやる気そがれますよ。じゃあ、案外うまくするバズるんじゃない。絶対に。うん、次いきますね。神奈川県もさとさんからの回答です。はい、
最新のスマートフォンについた絶対いらない機能とは。消したはずの昔付き合っていた彼女のアドレスが1年ごとに復活登録される。いらないよ。いやだっていいじゃん。でもさ、あのこの間話したようにさ、あれですよね、どう、でもあれなん、あの元カノとかさ、はい、っていう女の人からするとさ、はい、知りてえのか知りたくねえのかってあるじゃん。あでも、ね、なんかそういうのやってたけど、テレビでね、あのテレビで、うん、あのなんだっけ、元彼氏の元カノが、うん、なんで別れたり別れたかとか、彼氏元カノに会いたいか会いたくないか、あそう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 、うん、っていうのをテレビでやってたんですよ、ね、そうそうそう、はい、これどうなんですかね、うんうん、なんかまあ今日見てくれた人でなんかご意見あったらね、お便りとしてね、うん、くれたら嬉しいです。わらわは絶対ね、ちょっとそれちょっとやってみたい、ちょっとアンケートでさ、あ次回来月のテーマはこれしますか、元カノに会いたいか会いたくないか、あ元カレ元カノ、それぞれ元カレ元カノに会いたいか、あじゃあ今が現、自分が現なわけじゃん、現彼氏彼女なわけじゃん、うん、だから それの、あの今まで自分のパートナーの元がつく、うんうん、あれが、うん、まあ男性版女性版で分けて、そうだね、そうだね、したら、はい、元旦那と元女房とか重い重い重いみたいな、ね、あの公式の方であのアンケート用意しますので、よかったらね、あれしてくれたら嬉しいです。はい、急に企画会議になっちゃったね、ドロドロしてそうなんですけど、はい、回答に戻れますね、はい、これ嫌ですね、嫌だね、これ絶対いらないですね、あの決別するために消したのに1年後復活してなんか、ね、しかも見られたっていう嫌ですね。だからそういう場合は我々の場合はあれですよ、ドンキーホーテどこどこでみたいな感じで全部そうしてくるんですよ最低もドンキーホーテ。じゃあ次いきますね、東京都高松さんからの回答です、はい、最新のスマートフォンについて絶対いらない機能とは。時速400キロで空を飛ぶ本当にいらない、もっとビューン、これに関しては本当にいらない機能、うん、やばいですね、はい、もうね、それがあることに何の意味があるのって本当に無意味、うんうん、まあね、別にあってもなくても無意味、いいな、ないな、はい、次の回答いきます、うん、栃木県鈴木勝則さんからの回答です、はい、最新のスマートフォンについた絶対いらない機能とは。充電がゼロになると消えてなくなるいらないいらないいらない、ジエンドじゃないですか、常に充電してないと、ゼロにしない、携帯電話のに携帯できないですよ、そうこれは絶対にいらないですね、はい、いきますね、はい、北海道メタさんからの回答です、最新のスマートフォンについた絶対いらない機能とは。エッチなサイトを見ると爆発するみたいな。いやでもね、まあ、世の男性はもう困るんじゃないですか、きっと。誰はあのスマホでそのちっちゃい画面で見ても楽しくないから、私はゲオに行きますあ、なるほどね、ゲオに大画面でね、またね、そうやってやるとね、女性が最低雪風最低っつってね、あもちろんそうです、まあいいや、いいよ、みんな最低路線に行くんだよ、うん、いいのいいの、はい、絶対にいらないです、はい次の回答いきます。クロスさんからの回答です、はい、最新のスマートフォンについて絶対いらない機能とは。LINE 流出、これいらないですね、うん、LINE も某ゲスのあれも、うん、その機能で流出しちゃったみたいな、卒論ね、卒論ね、卒論の件は、でもこれ簡単に人為的なものじゃなくてもその機能だったじゃないですか、でもね、簡単にできるみたいなこと言ってるけどね、あー、うん、怖いですね、はい、もうそれがもう最新のスマホと機能としてついちゃったらね、もう、うん、もうあれですよ、本当にみんなガラケー持つしかないかなっていう、ガラケーに戻るしかないかなって感じですね、はい、はい、こちら、東京都後ろ姿イケメンさんからの回答です、はい、最新のスマートフォンについては絶対にいらない機能とは。四六時中姫音が流れる、あのあれですね、トイレ トイレのあのさ、水のやつですね、水分かるよ、それ分かるんだけどさ、はい、まあね、なんとかホールディングスさんのある一部のね、店舗なんですけど、はい、セブン&なんとか、ね、はい、なんですけど、はい、あの座った時点でね、まあ、いわゆるあれですよ、あの、まあ、汚い話です、立ちション、座りション、どっちかって言ったら、まあ、後者の方なんですよ、我々はね、はい、ね、あれ座っただけでさ、ね、鳴らされたらさ、やってると思われて嫌じゃん、別に、ね、別にいいんじゃないですか、バラの枝を伐採してるわけじゃないんだよってさ、だけど鳴らされるの嫌じゃねってさ、それはちょっと分かんないですね、やっぱ女性とは違った感性なのかもしれない、ガチャ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 
はいはい、座りション派の人なんですけど、それで、ね、邪魔邪魔邪魔そんな派閥主張しなくてもいいわ、ね、だから分かったからもう、はい、だってやっちゃんなんかめちゃめちゃ利用してるやつ、ね、女子はあれですよ、普通にあのとりあえず入ったら鳴らすレベルでめっちゃ使いますから、うん、まあいいけどさ、まあ、どっちでもいいですよみたいなさ、ね、あ、でもあれで、あるね、とあるラーメン屋さんなんか ね、 あのね、はい、四六時中ね、マツケンサンバが流れてたよ。マツケンサンバ、しかも周りが全部キラキラなの。へぇ、なんでそれ。で、ラジカセがあってさ、はい、ずっと永遠と、オレオレって、チャッチャッチャッってさ、ね、落ち着けないですね、うん、レストルームじゃないの、ね、と思うと、あれですよ、あのパー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 って、あの、サンバの、あれ、そっか、あの話聞いた時に松平健の方を押してるのかと思ったら、まさかのサンバの方を押してたんですよ、そうそうそう、そのお店は。店主が松平健好きなのかと思ったら、ただのサンバって言ってた。そっちを押したの、はい、ね、これいらないですね、でも四六時中は困りますね。いやだね、はい、でそして改めてクソ野郎って言われてる最低次の回答いきますね。島根県山崎和人さんからの回答です、はい、最新のスマートフォンについては絶対いらない機能とは、黒に落としたらバグに変わる。これはダメですよ、機能的じゃない、あれ落としたらジエンドじゃないですか、もううかつに水没させられない、青と消えた結構高いのに、なんか5万円のバグだよっつって9万円のバグだよって、水没させたらちょっと肩こり改善してスマホなくなるっていう、いやですね、それはそれはそれでいいんだね、はい、次の回答いきますね、はい、シェリーさんの現在地、たくみさんからの回答ですね、ありがとうございます、はい、埼玉の方は優遇します、はいはい、最新のスマートフォンについて絶対いらない機能とは、タップするたびにデスボイス、フリックするたびにメタルシャウト、音声機能系はデーモン小暮閣下がご案内、これメタラー的には絶対に必要ですよ。カッカのね、こうあれね、ナビナビって面白そうだよね。面白そうですよね。なんか聞くところによると、シャアの声のナビがあるって聞いたんで、そこかもしれないけど、なんかあるらしいんですよ。でも結構なんかそういうナビ、なんかいろんなの出ましたよね。なんか面白、うん、ナビね。なんか受け狙いなのかわかんないけど、シュウゾウさんの声みたいな。流れって言ったろっすよ、ね、諦めるな、みたいな。そう。流れるんだろ、いいかもしれん。でもこれあの普通にまあメタラはいる、メタラはね欲しいけど、メタラ以外痛いはいらないなっていう感じなんですけど、まあでもあのディズニーフォンとかあるじゃないですか、ディズニー好きのためのなんか全部ディズニー、待ち受けから何もデザインからあの着信音から全部ディズニーの あれみたいな感じでメタルフォンとかあったら売れそうじゃないですか、あのデーモン小暮閣下プロデュースとかなったら絶対あれですよね、だからあの人相撲にしか興味ないからねですね、今相撲が好きな悪魔になりすぎ、うん、なりすぎ、すげえ詳しいもんねそうですね、はい、うん、まあでもね、ミサとかね行く人はね欲しいんじゃないでしょうか、はい、でもタップするたびにデスボイスは嫌ですね、うるせえうるせえ、うん、行くすたびにシャッとシャッと嫌ですね、はい、というわけでね、皆さん本当に回答ありがとうございました、はい、はい、ね、ワオはね、結構ね、今回もね、はい、なんかすぐぞるっていうところだと思います、はい、まあ今回ね、この YouTube に代わっての初めての天使娘の天使ランマ大喜利だったんですけども、はい、こちらね、今後も毎月毎月お題を出していきますので、はい、はい、その都度メールやインフォアット2.1流というね、メールアドレスから、または2.1流公式 Twitter のお題のツイートのリプライ、もしくはダイレクトメールで送っていただけたら、はい、採用させていただきますので、はい、はい、皆さん回答お待ちしております。お待ちしております。はい。ではね、本日もこの辺で終了したいと思います。はい、本日も動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さらばじゃん。